清水駅まで戻ってきましたけどね、どうしようかなと思ったんですよ。あっちの方ね、私鉄乗るっていう手もあったんですけどね、もう今日はね、ちょっと道中でもだいぶ使いましたしね、おとなしく、フリーキックの方をフルタップやっていこうと思います。で、あれね、すごい風が強いんだけど、さあ、まあ、こっからのね、バスはいろいろやっぱ、JR を中心に、バスも広がってるみたいですね。で、ああ、コロッケクラブこんなとこあるんだ。そう、三重からだね、撤退しちゃってから親しいですからね。昔はね、朝日町にあってね、結構よく使ってたんですよね。モーニングのセットがね、結構お得で。そうそうそう。でね、なんかこっちはこっちで、いろいろあるみたいですけど。この大和屋、これは何をどうなったら、なんでこんな感じになっちゃったんでしょうね。何屋さんなの、裁縫屋さん。はあ、確かに裁縫っぽい感じになってて、なんかどういうコラボレーションしたらそうなんね。へえ、私てっきり駿河屋でもあるんかと思ったら、ガキの裁縫屋さんなんですね。でもこっちの方が駿河屋は、でも静岡駅の方なんかにもありますもんね。あ、いや、マックスバイだね。こんなね、駅前でもちゃんとマックスバイあるのがさすがですね。静岡ですね。で、もう駅に乗ってこうか。で、一応予定としてはもうちょっとぐっと見たい感じもしますけどね。ちょっと天気も天気なんで、まあ何せこのね、またちょっと曇り空になってきてますからね、早々にね、もう早々に、次がね、金井駅でしたっけ。あ、うわ、降ってくれ。ほら、言ってたらもうザッと降ってくれ。うわ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 、物書きに入ろう。うわー、行きたくねー、すげー。うわ、うおー、こんなとこで初やつすげーとか売ってるみたいだけど、いやいやいや、入らんか、入らんかね。うわ、それ台風来てんだからそうなるわな。ちなみに、乗降場向こうか、屋根あるやん。すごかったな。あ、ローソン2つ円は買い取るんだ、すごいですね。で、ここ駅前でも1日600円なんや、安いね。すごいもんね。で、こっち側が乗るんですね。これの2号山手線、三保川の方に持ってったらいいですね。三保車庫とか水族館に行く。こんな電車の。頻繁に来るんやな。あ、それが降りてくるから、そこから増えるんかな。さあ、まあ、ご飯もね、美味しいマクドドも食べましたから、まあ、だいぶ清水感は満喫したでしょう。次は金井ですよ。あれ、金井って何市なんだろう。菊川市なのかな。菊川の方ですかね、場所的には。ですからね、地面に遠いんですよね、ここから。だって岩田とかあの辺りも全部越えとかないといけないでしょ、掛川とか。掛川よりもっと向こうか、これ遠いな。地図見たら分かるけど、今日は18時から日本代打で試合らしいですね。これはまたこっちの方もあと混むのかもしれない。どうなんだろうな、今時期は時期ですからね。さあ、で、よいしょ、
では次行かなあかんのか。どこだ、花屋やから、あ、竹川よりは手前なんや。これ770円だよね。あ、まあ今日は結構な辺り、こっからも170円。花屋まで乗ったら全然元を取れますからね、これで。あと4分で来ますね。で、島田行きやから、これで島田まで行くやつで行けるのか？島田やと、岩手から発車する車は、あ、あかん。花屋の1個手前やから、これだとわかんないや。で、何の予告もなく、しれっと、東静岡間までやってきましたけどね。おお、新幹線走ってくない。おお、さすがですね。ここは静岡の一つ東側ね、の東静岡ということで、ね、ふと思い立ったんですけどね、本当に今ふと思い立ったところなんですけどね。いやね、やっぱり温泉入りたいよなと、ね、雨にも濡れたし。で、そこにね、湯の木の湯ってのがあるんですよね。そうそう、この辺り東静岡ってなってるけど、湯の木っていう地名らしくて、で、確か静岡鉄道の方は湯の木駅ってなってるんですよね。そう、ゆずに木って書いて、ゆず木って書いて湯の木っていうね、なかなか、難読地名なんですけど、ただね、この距離やっぱ濡れるの嫌じゃないですか。で、調べていたら、どうもね、湯の木駅、JR もあるらしいんですよ。ね、そう、私鉄だとどうしてもね、屋根のないところでのね、乗り換えが発生してしまいますので、ね、私鉄の方にね、乗り換えるってなると、やはりね、ちょっと、距離がある分ね、雨に降られちゃうかもしれないじゃないですか。まあ、そこまで屋根がついてるから、もうそこだけの話なんでね、あれなんですけど。ということでね、あれか、台風の影響でダイヤ乱れてんだな。のぞみがあんなとこで止まってたんだ。で、そうそうそう。で、私ね、てっきりその、だからそう、ここの前かね、私、湯の木駅ってやっぱ思ってたんですけどね。じゃなくてね、ちゃんとね、湯の木駅ってね、あるらしいんですよね。JR の方にも。うん。っていうことは、きっとそこが、静岡鉄道の湯の木駅のね、に近いはずですから、多分ここよりも近いはずなんですよ。だから、想定だったら、ここより近いってことは、多分あの湯の木の湯にも、多分もうね、屋根抜きでね、行けるぐらいに近いんじゃないかっていうことでね。ってことで、一回改札を出て、まあちょっとね、東静岡の駅前をちらっと見て、まだそれやっても大丈夫でしょう。ってことで、来てみましたけどね、どっかで、あ、ここにありますね。そうそうそう、全然ね、私もね、知らなかったんですけど、ほら、ここからね、上の方を見たらね、ほら、書いてありますね。湯の木駅590円。まあね、ちょっといいお値段な気もしますけど、でもね、あれなんですよ。ここね、見延線も、見延線も、甲府までね、無料区間になってますから、だからこれね、行けることはないぞということでございますので、ね、この切符でね、行けるんやったら、だったらね、行っちゃおうじゃないかと。なんか今ね、広告でね、おむきし、この屋根のついた動く歩道を渡してたらすぐですよって書いてあった気がするけど、そんなはずはないです。もっと近いところがね、あるはずなんですよ。ってことで、あ、ここちょっと吹き抜けになってんだ。そんだけ風が強いと軽く雨が吹き込んできます。おお、すげえな。
すごい距離いきますね。ここの私のところも面白いですよね。今ほえで下り線の方は徐行運転とか強いられてる感じなんですよね。新幹線の標準機の間に横、今ね新幹線が上り下りがゆっくり走ってるところと、横も標準機っぽいな、うん、横も標準機だと思います。で、その横と両端は狭軌っていうね、感じかな。そうですね、面白いですね。でこんな感じで動く歩道がずらーっとあって、ゆっくりですと動いてますもんね。結構あると大きいですからね。で、なんかその奥に湯の木の湯が、湯の木の湯とか見える気がするけど、いやそんなはずはないですね。ということで、この立派なね駅前を眺めながら、では行ってみましょうか。こっちもだいぶエスパルス色が強いですね。これで東静岡駅で、この前は中見前ってなってますので、ね、湯の木駅だから書いてないだけで、ちょっと不親切ですよね。そうですね、なんかぐるーっと奥行ってこっち行ったコーナー感じにね、図で言うとなってますけど、あれはね、地図のね、あやっていうやつでございます。そうそうそう、どうしても路線図っていうのはね、ちゃんと東西南北がね正確に書けないですからね、ある程度簡易約的に書かないといけませんから、それでどうしてもね、ああなってるだけだと思います。あ、ついとったら36分発の三島行きがね、来る、あっちの方に乗ってたらいいらしいですよ。で、磯川パン回れるんですよね。よしよしよし、うちのところに磯川パン回れるっていうと大体ろくなことにならねえ気がするけど、大丈夫です、大丈夫です。では、行ってみましょう。